はい、こんにちは、マサヒーロー TV です。今日はですね、長崎県長崎市にあります、芸人のタムケンこと田村健二さんの経営されているお店、焼肉、炭火焼肉田村にお伺いしてます。長崎県の方ですね。それでは早速行ってみよう。はい、行ってみよう。店内に入ってきまして、今回はですね、この3580円に、ホットプランということでソフトドリンク飲み放題をつけました。なので3980円のプランを食べたいと思います。ここにはですね、国産牛が入っております。それと、まあ、焼肉の種類もこんな感じで入っております。盛り合わせもこんな感じで入っております。それじゃあ注文したいと思います。初回もですね、これをですね、片付けてから次の注文に入りたいと思います、豚バラ、ロース、それと、中落ちカルビですね。それでは早速焼いていきたいなと思います。まず豚バラから。はい、タムケンサラダ、何がタムケンなのかは分かりませんが、タムケンサラダです。それと豆腐サラダですね。いただきます。はい、いただきます。豆腐サラダ、ゆで豚キムチです。タムケン冷ややっこです。何がタムケンかはよくわかりません。豚バラとロースです。豚バラ、国産牛の縁側、中落ち、カルビ、はい、ロースです。はい、焼いていきます。カルビ、中落ちカルビです。
ロープです。はい、島原ハムです。これ豚バラ、豚バラ食べたい。カルビと、はい、ロースト、これは国産牛です。はい、当然追加チーム、わかめスープ、すじスープ、和牛すじポンです。島原ハムが出てました。追加チーム、ネギタン、塩タン、タンツラです。この左側の方がタンツラですね。千枚の刺身です。注文名は生千枚で書いてありました。追加注文はホルモン、炎焼きホルモン、サガリとカツです。はい、壺漬けホルモンです。ちょっと見てみます。こんな感じですね。はい、ホタテが焼けました。ほら、つかろ、ほら、もだえ。はい、追加注文の石焼きチーズビビンバです。よく混ぜます。よく混ぜまして、ビビンバですね、食べ方の特徴はよく混ぜる。で、混ぜて押します。はい、これでしばし待ちます。おこげができます。おこげありますか？あります。うまい。はい、追加注文で、なんで乗ってるぐらいですね。キムチ、キュウリ、トマト、それとゆで卵ですね。見切れない。葛藤してる。切れないからしする。はい、デザートタイムです。ですね、デザートはですね、一人一品になります。で、ラストオーダーの時に注文ができるようなシステムになってます。
チョコアイス、北海道クリームジェラート、ゆずのジェラート、メロンのジェラート、上の子が頼んだやつが北海道クリームのジェラート。はい、ごちそうさまでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。